バサタカヨです。本日は九紫火星さんの2024年5月5日から6月4日までの月単位の運気についてお伝えをします。この動画をご覧いただくと、九紫火星さんが5月にどのようにして開運をするのか、そして避けた方がいい行動などについてご理解いただけます。ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず全体運からです。九紫火星さん、もうようやく絶好調のね、上昇期に入ってきました。上昇期に入るとですね、急激にね、周りが慌ただしく感じられるんじゃないかなというふうに思います。で、こういう時はね、積極的に行動に移していきたい時だと思うんですけれども、九紫火星さん、もともと行動力のある方が多いですので、ぜひね、その力を発揮して、ガンガンね、行動に移していっていただきたいと思います。チャンスはたくさんね、やってくると言われていますので、そのチャンスをね、しっかりと、手にしていただいて、掴んでいただきたいと思います。今まで準備をしていたもの、チャンスを待っていたものがあったとすれば、ようやくね、行動に移せる時に入りましたので、もうそこは即行動に移していただきたいと思います。で、調子が良くなってきた時の注意点というのは、毎回お伝えするんですけれども、ぐんぐん上昇期に上がっている時っていうのは、まあ、調子に乗ってね、自分を過信してしまったりだとか、人にね、配慮が足りなかったりというところで足を引っ張られることがあるので、まず自分がどれぐらいできるのかっていうことを見誤ると大きな失敗につながります。そして、あとはですね、人に、横柄な態度を取ったりだとか、人に対して感謝が足りないとか、そういったことで、人の援助が受けられなかったりだとか、人からね、邪魔が入ったりとかっていうことになりかねないので、やっぱりね、調子に乗りすぎて、まずは自分を過信しすぎないこと、あとは、周りの方に対しての、態度はやっぱり誠意ある対応をしておくっていうことですね。謙虚さってね、もう最強ですよね。謙虚な人を誰もいじめたりしないじゃないですか。なのでやっぱりね、謙虚さってすごく大事になってきます。では次に仕事運ですね。まあ物事がね、特に、滞りなく順調に進んでいく時になります。で、自分のね、周りもね、活気づいてくるので、みんなと協力し合って、どんどんね、高め合っていけるといいなというふうに思います。で、新しい企画を考えたりだとか、それを立ち上げて行動していくっていうことについては、やっぱりチームで動いた方がいいと思うので、周りの方と協力し合いながら大きな成果につながるようにね、していっていただきたいと思います。そしてね、仕事が充実してくると、プライベートもやっぱり充実してくるんですよね。なので、やっぱり仕事のところで成果が上がるように行動していくと、おのずと全体の、充実感が上がっていくので、ぜひ仕事に力を入れていっていただきたいと思います。で、やっぱり仕事ってね、やりがいを感じられると、さらにもっと行こうっていう風になると思うんですよね。だから小さなことの、結果を積み上げていくっていうのが大事ですね。大きなことばっかりに目が行ってしまって、足元の小さなことをね、おろそかにしていると積み上がっていかないので、小さなことをどんどん積み上げていくっていう思考で考えていただきたいと思います。では次に金星運ですね。ようやくですね、お金の流れもスムーズに、流れてくるようになってきます。で、九紫火星さんの特徴としてはですね、もともと割とお金は使うタイプの人が多いということと、あと高級志向があるっていうところなんですね。で、せっかくね、お金の流れが入ってきても、出る方がやっぱ多かったら、やっぱり収支はね、赤くなっちゃいますよね。なので、やっぱりこの、どうしても本当に必要なものなのかどうかっていうことはね、見極める必要があって、まあ支出があんまり膨らみすぎると、どんなに収入がね、動き出したからといって、支出の方が多かったらね、元も子もないので、ぜひね、収支のバランスだけはちゃんと見ていってほしいなと思います。基本的には九紫火星さんは年がら年中財布の紐は締めといた方がいいとは思います。はい、残念ですけど、まあ、でもそれでも絶対使ってると思うので、もうキュッと締めといていただいたら、それでも使ってると思うので、はい、ずっと締めといてください。はい、で次に、人間関係、恋愛結婚関係ですね。まあ恋愛面でもですね、まあ
結構ねチャンスはたくさん巡ってくると思います。で、もともと九紫火星さんってね、見た目がいい人多いって言われていて、でモテる人が多いんですよ。結構おしゃれな人も多いって言われているので、なのでまあチャンスはもともとすでにあると思うんですけれども、特に5月はね出会い運とかもいいと思います。で、そこで大事なことは、モテるからといってこう誰彼とでもね軽くお付き合いをするっていうのはあんまりおすすめできないです。で、相手の方を、軽率に扱ってしまうと、それがしっぺ返しとしてやってきたりしますので、まあとにかくやっぱりね謙虚さだったりとか、誠実さっていうことはね、九紫火星さん特にあの頭の片隅に置いといていただきたいと思います。そしてカップルの方やご夫婦の方ですね、ちょっとした浮気心が出てきたりだとか、誘惑とかね、そういったものに注意をしていただいて、ここもね誠実にあるべきですよね。自分のパートナーに対して誠実であること、これってね自分に対して誠実であることでもあるんですね。まあ自分が自分のことを軽く扱っていると、人のことも軽く扱ってしまうということになりますので、まずは自分を大切に扱うこと、そして自分を大切に扱っていると相手のことも大切に扱おうっていうふうになります。で、じゃあ自分が扱ってほしいように相手の方を扱うっていうことですね。自分がこうしてほしいなっていうこと。ただ一つ大事なことは、押し付けにならないっていうのはすごく大事なんですよね。自分がこうしてほしいからあなたもこうしてほしいでしょって言って押し付けるのではなくて、自分もやってほしいことを人に聞いてもらった方がよくないですか。ピンポイントでこれが欲しいのに、なんとなくちょっと似たようなものをもらってもあんまり嬉しくないじゃないですか。なのでやってほしいことを本当にどういうことをやってもらったら喜ぶのかなっていうことは、パートナーの方にね常に聞いてあげるといいと思います。また外れなことしてね、自分はやってあげたって思っていても相手にしたら迷惑って思われてることが結構あるかもしれないので、そこはね相手としっかりとね話をしていくっていう風にしていただきたいと思います。では次に健康運ですね。で、忙しい時っていうのはですね、もうついついね疲れが溜まったりしますし、ストレスも溜まったりすると思います。で、こういう時は動きながらもしっかり休める時も作っていただきたいんですよね。なんかスケジュールとしてしっかりこの睡眠時間だったりだとか休憩の時間とかっていうのをスケジューリングしといてください。もうそれ以外はもう活発に動いて全然いいんですけど、でもずっと動いていて休みがないってなると息切れしてしまうので、休みっていうのは必ずスケジュールに入れといてください。行動すればするほど運気がね上がっていく、結果が出ていくっていう時なので、やっぱり行動量はね、増やしてほしいなと思うんですけれども、やっぱりその中でも自分の生活のリズムをきちんと整えておくとか、自分でちょっとね調整していかないと疲れが溜まったりだとか思わぬねトラブルにつながりかねませんので、何かね人間ってこうリズムを刻んでいると意外とね、多く動いていたとしても体が順応しやすいんですよね。で、不規則な生活をしていると自分の体を整えていくっていうのが結構難しくなるんですね。だからできるだけこう生活のリズムを整える、起きる時間はもうね決める、で、お昼の時間とか夜のご飯の時間とかもしっかり決めていく、で、それをあんまりぶらさないようにする、で、寝る時間も決めるというふうにしていただいた方が体のリズムはね取りやすい、そしてリセットもしやすいわけですね。疲れも取れやすいっていう風になります。ですのでできるだけね生活のリズムを整えるっていうことをね目指していただきたいなという風に思います。はい、ではですね、九紫火星さんの5月の運気についてお伝えをしてまいりました。ようやくね、上向きの運気に入ってきましたので、思いっきりねやりたいことを行動に移していっていただきたいと思います。で、その際に大事なのはとにかくね調子に乗りすぎて、人を存在に扱うとか、あと調子に乗りすぎて自分の実力以上のことをやってしまうっていう、この2つはね気をつけないと、せっかくこう積み上げたものがね、ぐしゃっと潰れてしまうということが起きてきますので、お気をつけいただきたいと思います。で、九紫火星さん頭がいいからね、どんどんこういろいろこなしていけると思うんですよね。で、頭がいい人ってこう
まあ他の人の気持ちが分かりにくいっていうことがよくよく起こるんですよね。なので、いやちょっとね、自分の、周りの人に対する態度については相手に合わせるっていうことをね、ぜひ、この調子のいい時だからこそやってください。そうしないとね、周りから足を引っ張られてしまうので気をつけていただきたいと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。では今日のね、動画の感想などコメント欄の方にご感想いただけると大変嬉しいです。そして質問などもコメント欄の方に書いていただきましたら、ご質問にも、回答いたしますので、ぜひぜひコメント欄の方にも質問いただけたらと思います。はい、では、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。